付近の空中写真住宅地の中に広大な敷地を有している。演習場の西方向住宅密集地に囲まれた敷地に奈良市の駐屯地が見える。国土交通省国土画像情報をもとに作成奈良市の演習場とは千葉県船橋市八千代市に所在する陸上自衛隊の演習場である。奈良市の駐屯地同様、 航空自衛隊と敷地を共有しており、演習場の一角には分屯基地施設が設置されている。奈良市の中屯地の東方近隣にあり、主に奈良市の中屯地に所在する第一空挺団等が訓練で使用する。演習場では空挺団に所属する自衛官が持続層や各種訓練を行っている姿を目にすることができる。 毎年1月には、防衛大臣臨場のもと、空挺団降下訓練はじめが行われている。航空自衛隊施設航空自衛隊、第一航車軍第一航車隊が装備する地、対空誘導弾ペトリオットの発射地区がある。奈良市の演習場という名称ではあるが、所在地は、船橋市、八千代市であり、奈良市の,市の市域内には所在していない。詳細は、 奈良市の参照近年では、日本各地に所在していた、旧日本陸軍軍用跡地に、毒ガス弾が埋設され残っている問題が浮上した。奈良市の演習場においても、例外ではなく、陸軍奈良市の学校跡地などと同様に環境省、財務省、防衛省が調査を実施している。2004年3月1日から陸軍奈良市の学校跡地で調査を開始し、 同年度の調査では6地点で異常なしとなり、毒ガス成分は不検出との調査結果を公表した。同年7月31日から2004年度の第一次、環境調査を開始したが、この時も毒ガス成分は不検出との調査結果となり、引き続き地下探査を継続することになった。近隣地区では腐食した金属製の不審物には手を触れず、 警察に知らせるよう指導されている。地下水への影響については、環境省が2005年4月に調査を実施し、その安全性が確認されている。さらに、八千代市では、水道水源井戸としての安全性を調査するため2008年1月22日に、市独自で水質調査を実施し、市上下水道局では、すべての地下水で、 毒ガス関連物質は検出されず安全な地下水であることが確認されている広報1。奈良市の演習場における旧軍毒ガス団等の環境調査。八千代吉環境保全課。2016年8月16日閲覧。ありがとうございます。